はい、こんばんは。今日はですね、カルロス・ゴーンさんが、日本を出国しレバノンに入国したニュースに関連しまして、日本の司法制度、そして人権、そして日本の主権という3つの問題について検証してまいります。まずはカルロス・ゴーンさんが出国するまでのですね、経緯を振り返ってまいります。会社法違反、特別背任などの罪で起訴された日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告が2019年3月6日勾留されていた東京拘置所から保釈されました。同日保釈保証金10億円を納付しています。で、身柄拘束は2018年ですかね、の11月19日の逮捕以来108日間に及びました。ゴーン前会長の保釈条件っていうのはとても厳しくて、自宅には監視カメラが設置されているほか、電話やパソコンの利用も制限されていました。で、またパスポートを弁護士に預けているほか、自宅を2日以上空ける際には裁判所の許可が必要でした。で、こうした状況の中、今回カルロス・ゴーンさんは12月29日の夜に関西国際空港からトルコの都市イスタンブールに向けてプライベートジェット機で出発していたことが31日分かりました。レバノンの主要テレビ MTV 電子版は31日カルロス・ゴーン被告が楽器箱に隠れ日本の地方空港から出国したと報じました。出国に際しては民間警備会社のようなグループの支援を受けたとしています。情報源は明らかにしておらず、信憑性は不明です。MTV によると、このグループはクリスマスディナーの音楽隊を装ってゴーン被告の滞在先に入り、楽器箱に隠れて連れ出したと。まあ、映画のような脱出劇で日本の当局者は気づかなかったとしました。その後に出国し、トルコ経由でレバノンに入国しましたが、その際はフランスのパスポートを所持していたと伝えられています。で、今回のこの一件で保釈を許可した東京地裁への批判の声も高まっています。昨年4月25日、東京地裁の島田裁判官は証拠隠滅の恐れを認めながらも弁護人らの指導監督が徹底しているなどとして保釈を許可していました。ある検察幹部は、弁護人の責任は十分ある、あの手この手を尽くして細かい条件と引き換えに得た保釈の結果が逃亡だと憤る、別の幹部はいつか逃げると思っていた、日本の刑事司法の恥を世界にさらした裁判所と弁護人の責任は重いと痛烈に批判するという声が出てるんですよね。で、こうした中ですね、検察幹部の発言にもちょっと注目が集まっています。このゴーン被告の出国を聞いた検察幹部はですね、びっくりした、出国禁止でパスポートも持っていないはず、どうやって出国したんだろう、検察幹部は公職を隠せない、ゴーン被告は保釈にあたってパスポートを弁護士に預け日本国内に留まると約束していた、仮にパスポートがあっても出国は不可能だ、入管に問い合わせたところ、ゴーン被告ほどの著名人なら見逃すことはないと言っている。まあ、こういうふうに検察の幹部の方がおっしゃっているというニュースがあるんですけど、でも検察の幹部といえばですね、捜査のプロですからね。被疑者の国外逃亡とかを想定したいろいろな事例パターンを知っていて当然だと僕は思うんですけれどもね。で、そうした立場にいらっしゃる方が、仮にパスポートがあっても出国は不可能だとか、入管に問い合わせたところ、ゴーン被告ほどの著名人なら見逃すことはないと言っているという発言をしてしまいますと、まあ、その日本の制度の中でしか物事を想定していないんではないかという批判があってもですね、まあ、これは仕方がないんじゃないかなと思います。で、公判前のですね、被告人に海外逃亡された検察にとっては、まあ、まさにですね、赤っ端という状況ですよね。検察としてはですね、認識の甘さを世界に露呈する形となってしまいました。保釈を出した東京地裁の歴史的大チョンボという記事も出てますね。前東京都知事で国際政治学者の舛添氏は31日ツイッターで、レバノンと日本の間には身柄引き渡し条約がないので、レバノン政府が拒否すれば日本はゴーン氏を取り返せないと指摘するとともに、ゴーン氏はフランス、ブラジル、レバノンと複数のパスポートを持っているが、
三重国籍の利点をフルに活用、日本の司法はもっと国際化しなければこういう事態には対処できないと司法制度の改革を呼びかけた。元検事の落合弁護士もツイッターで、カルロス・ゴーン氏はレバノン国籍もあるはずで、日本とレバノンの間には犯罪人引き渡し条約がない、自国民は引き渡さないのが国際法上の原則、レバノンを拠点にする限り日本への連れ戻しは無理だろうと、ゴーン被告引き渡しの難しさを解説するとともに、保釈を出した東京地裁の歴史的大チョンボと断じた。で、まあこうした状況の中ですね、ゴーン氏は日本の検察の、まあ、捜査手法に対して批判を強めていくと思われます。またそれを世界的に発信していくと思われます。アメリカのウォールストリートジャーナル電子版は12月31日、保釈中にレバノンに無断出国した日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告について、法廷で汚名を注げればよかったが公正な裁判を受けられたかどうかはわからないとして、日本の司法制度を批判する社説を掲載した。同氏はゴーン被告に関し、当初は罪状のないまま数週間にわたり身柄を拘束され、弁護士の立ち会いなしで取り調べを受けなければならなかったと強調。検察官による自白強要や保釈後の外部との接触制限などにも触れつつ、日本では 99% 超の被告が有罪になると説明した。まあその日本の検察の人権意識というものがですね、再び世界から問われる事態となったということですよね。で、確かに日本の検察というのは、過去ですね、その強引な捜査手法やですね、冤罪などでたびたび問題となり批判を受けてきました。ですのでやはりですね、こうした国際的に人権意識というものを問われている状況の中においては、日本の検察は、透明性の高い組織づくり、組織改革というのが求められているのは事実だと思います。で、こうした中別の気になるニュースがあります。レバノン直前に日本に送還要求、ゴーン被告逃亡で A 氏報道。金融商品取引法違反罪などで起訴され、保釈中に国籍を持つレバノンへ逃亡した日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告について、密出国直前の昨年12月20日にレバノン政府が被告の同国送還を日本側に要請していたと A 氏ファイナンシャルタイムズが1日伝えた。レバノン側は関与を否定しているが、支援の有無に改めて注目が集まりそうだ。同氏は逃亡計画を知る人物の話として、計画は10月から練られていたと報道。レバノン政府は2018年11月の被告逮捕後に送還を要求、昨年12月20日に鈴木外務副大臣がアウン大統領を訪問した際に改めて送還を要請したという。ゴーン氏はレバノンの市民権を持っているとされています。レバノン政府がですね、日本に送還要求をしていたことが事実だといたしますと、今回のゴーン氏の国外脱出にレバノン政府が関与している可能性というのはあるかもしれません。もし仮に万が一レバノン政府がゴーン氏の密出国に関わっていたとしますと、これはですね、日本の主権侵害となるわけですよね。なぜならレバノン当局が日本で刑事訴追されている被告を日本の当局の正当な出国手続きを経ずに不法に出国させるということに関与したということだからですね。そうした意味でゴーン氏の国外脱出には日本の主権問題も併存しているということになります。まあ、日本政府はレバノン政府に対し、事実関係を毅然と求める必要があると思います。まあ、ただしかしですね、日本政府っていうのはどうも、まあ、昔からそうなんですけど、その日本の主権を守るということに対して非常に意識が低いですよね。まあ、領土問題にしてもしかり、今回のゴーン氏の出国問題にしてもそうなんですけど、これらの問題っていうのは、日本政府がですね、日本の主権を守り維持し国際協調を図るという当たり前のことができる国に慣れていないという証拠であると思います。ですから今回のゴーン氏の、日本国出国というですね、今回の問題は、我々日本に3つの問題を提起したと思います。1つ目は刑事司法の構造的、まあ、国際化、そして刑事司法に携わっていらっしゃる方々の意識ももっと国際化しなければならないということですよね。で、2点目はやはり日本の検察
がですね、もっと人権問題っていうものに対して深く考えなければならないと、まあ、解決しなければならない問題っていうのがあるということですよね。で、あるいはこういうふうに世界から批判されたときに、違うんであれば、いや違うんですよと、ちゃんと反論できるという、その明確な論拠なり、検察のシステムっていうものを説明できる、ちゃんとした資料っていうものを持っている必要があるということですよね。まあそうしたことをちゃんと反論しているようには今見えないので、やはり日本の検察っていうのはちゃんとこの人権問題に取り組んで改善していくべきだというふうには思います。で、3点目は日本国の主権問題ですよね。やはり日本はですね、この自らの主権というものをもっと守り維持していく、そして国際協調を図っていくというですね、意識をもっと強く持つべきであるということだと思います。それが各々の、まあ、国の主権を維持しながらも国際協調を図っていくというですね、あるいはそれが国際平和を作っていくというですね、ことにつながるというふうに思いますので、やはり日本は自らの主権問題というものについてもっと考えるべきだと思います。急速にグローバル化が進む中で、日本も構造的な変革を求められていると思います。ありがとうございました。